今回は福島県会津若松にやってきました。私の父方の祖父母はコロペヤミヤさんでした。会津若松駅前にあるのですが、2018年にはコロナの影響もありお店を閉じることになりました。800年ほど前から同じ味で変わらず愛されているコロペヤ麺、鶴ヶ城のお殿様が好きだったとか、白虎隊も食べたのでしょうね。今は通信販売で売ってるそうですよ。それでは早速鶴ヶ城に向かってみます。早朝は比較的混んでいないのでおすすめです。鶴ヶ城は戊辰戦争の舞台にもなったお城です。戊辰戦争の中でも特に会津での戦いは城下を巻き込んだ凄惨なものとなり、会津戦争とも呼ばれています。鶴ヶ城は白壁と黒瓦の美しい外観が特徴で、特に桜の季節や紅葉の時期には周囲の自然と相まって素晴らしい風景を楽しむことができます。鶴ヶ城といえば白虎隊が有名ですね。白虎隊は会津戦争において活躍した若い武士たちの部隊で、特に会津藩において重要な役割を果たしました。彼らの物語は日本の歴史の中でも特に悲劇的で感動的なエピソードとして知られています。白虎隊は会津藩の若い武士たちによって結成され、主に16歳から20歳の少年たちで構成されています。彼らは会津藩を守るために戦うことを誓いました。しかし次第に新政府軍の圧力が強まり、状況は厳しくなりました。城が包囲され食料も不足してきました。1868年9月会津若松城が落城寸前の状況に陥った時、白虎隊は自らの運命を悟ります。彼らは城が陥落した際に家族や仲間に迷惑をかけないために切腹を決断しました。最終的に白虎隊の多くは自らの命を絶ちました。白虎隊の物語や忠義や勇気、そして家族や故郷への深い思いを象徴しています。後の世代に多くの人々に語り継がれ、文学や映画、舞台などの題材にもなっています。それでは白虎隊のお墓がある飯盛山に向かいたいと思います。飯盛山は会津の城下町を一望に見渡すことができる小高い山で、ヤマトタケルなどの神話でも残る信仰の山です。殿口原での戦いで白虎隊は負傷者を抱えながらこの飯盛山へと落ち延びました。その際にお城や町全体が燃えている様子をこの場所から見ることになります。鶴ヶ城が誕生したものと思い、白虎隊はこの場所で自決をしました。飯盛山には白虎隊19士の墓、各地で戦死した31士の墓などが残っています。この山は救難手段があるため観光客に優しい動く坂道、スロープコンベヤーを利用して上がることもできます。近くには会津笹江堂があり、麓にはお土産屋さんが軒を連ねています。笹江堂の名前の由来は巻貝の一種であるサザエに似た螺旋構造にあります。建物は二重螺旋構造になっていて、参拝者が入り口から順に上へ進むと同じ経路を戻らずに出口に出ることができます。このため一方通行のように参拝することが可能で、サザエ堂の二重螺旋構造は参拝者同士がすれ違わないように設計されています。猪苗代湖随一の観光地となっている沖縄島港、江戸時代より猪苗代湖では塩や魚など輸送に船が使われておりました。鉄道や道路の整備により船を輸送に使うことは減ってきましたが、戦後に入ってからは観光用として今でもこの港が使われております。猪苗代出身の有名人といえば野口英世ですね。明治から昭和にかけて活躍した細菌学者です。野口英世は貧しい農家の長男として生まれました。幼少期の大やけどで左手に障害を負いながらも、アメリカを拠点にヨーロッパや南米、アフリカで黄熱病や梅毒の研究に打ち込み、3度にわたりノーベル医学賞の候補にもなりました。野口英世は幼少期の大やけどが元でいじめられもしましたが、母親の励ましや先生方やクラスメイトの手助け、そして夢に向かって勉強し続けたこと、成功するまでふるさとには帰らないという強い意志、野口英世の人生から忍耐、努力、勉強を柱に絶望の時にこそ前を向く並々ならぬ不屈の精神力に胸を打たれました。私は小学生の頃この場所を家族と訪れ、野口英世の本を買ってもらい読みました。子供ながらに苦労を乗り越えて医師免許を取得し、世界に名だたる細菌学者となり、志半ばで病気に倒れこの世を去るという
人生に衝撃を受けました。その時私も勉強をもっと頑張ろうと思ったことを今でも覚えています。鷺の湯は父の親友の旅館です。子供の頃は毎年冬休みになると訪れていました。磐梯山懐の大自然に囲まれた静かな温泉宿です。観光の拠点やスキーに湖水浴、磐梯登山、6月の源氏ボタルは見事です。夜空の星もとても美しいです。久しぶりに会った鷺の湯のおばちゃんともたくさんお話しすることができました。帰りにおやつをいっぱい持たせてくれてありがとうございます。旅の最後に訪れたのは五色沼です。五色沼は5つの沼というわけではなく、様々な色彩が見られることから五色沼という名前がつきました。沼によってエメラルドグリーン、コバルトブルー、ターコイスブルー、エメラルドブルー、パステルブルーなど色が違う不思議な場所で神秘の小沼と言われています。特に青沼は自然が作り出したものとは思えない綺麗な色を見せてくれます。色が異なる要因は天候や季節、見る角度、水中に含まれる火山性物質などによると言われています。四季や天候、時間帯などによっても少しずつ違った色に見えるので、一度だけではなく再び訪れてみることをお勧めします。皆様、福島の旅はいかがだったでしょうか。ぜひ皆様も遊びに行ってみてくださいね。それじゃあまたね。バイバイ。